宇宙皇帝を名乗る邪悪なエネルギー生命体ドライアス。彼はドクター・ジャンゴと手を組み、宇宙を暗黒世界にしようと目論んだ。しかし彼らの野望を阻止せんとする者たちがいた。これは宇宙の平和を守るため日夜悪と戦い続ける宇宙警備隊ファイバードとその仲間たちの物語である。激突ママ対カトリ。ケンタ、どこ行くの？ちょっとじいちゃんち、もう1週間も顔出してないからさ。ダメ！あのカトリさんと付き合い出してから成績が悪くなる一方じゃない。当分勉強に集中しなさい。ダメだったらダメよ。ダメ。ごめんください。あら、はるかちゃん、いらっしゃい。私の作ったかぼちゃパイ、お裾分けに来たんです。これ、おばさんお好きでしょ？まあ、ありがとう。いい匂い。さあ、上がってちょう。それでは、お邪魔します。あ、カトリ兄ちゃん、来たの？いや、しばらくだったな、ケンタ。失礼します。ちょっとカトリさん。あ、どうかしましたか？普通の家では靴を脱いで入るのよ。あ、なるほど。博士の家としきたりが違うんですか。変わってますね。はあ？そうか、ここんとこケンタが来なかったのは家で勉強してたからですか。これじゃ無理ないわね。ケンタもハルカちゃんみたいに言われなくても勉強すればいいんだけどね。でも丸と×が半分ずつでバランスが取れてるじゃないですか。は？これは丸が多いほどいいものなの。そうなのかい？カトリさん、テストを受けたことないの？ええ、地球の学校には行ったことがないものですから。地球の学校だっと。テレビ見ようね、テレビ。あ、ほらほら、ママの尊敬してるマザーマリアが出てるよ。そうか、今日は来日される日だったわ。マザーマリアって？世界平和と人々の幸せのために働いてる、とっても偉い人なんですよ。温かい心を胸に。貧しくてお医者にかかれない人々を看護したり、山奥に病院を建てるために努力したり、奥地の人々に伝染病の予防注射をしたり、自分のことを顧みず人々のために尽くしてる、それは温かい心の方なんですよ。なるほど、温かい心か。で、こっちの人は誰です？だからマザーマリアだと言ってるでしょ。この人、そんなに温かい心の人には見えませんけど。ちょっとカトリさん、何をわけのわからないこと言ってるんです。どこから見ても同じ人でしょ。僕にはそうは見えません。ママさん、メガネの調子が悪いんじゃないんですか？余計なお世話です。おばさん、ごちそうさまでした。また来ます。さよなら。さよなら。あ、ケンタ、なんて人に。はあ、そう、お母さん、そんなに怒ってらっしゃるの？おかげでますますここに来にくくなっちゃったよ。今だってアキラと宿題やるって言ってやっと出てきたんだから。あれじゃあおばさんの機嫌損ねるのも無理ないけどね。博士、こういう時にはどうしたらいいんでしょうか？あ、はっきり言って方法はただ一つ。え？誠意を尽くして謝る。なんだ。誠意が通じればアキコさんの気持ちもほぐれ、温かい心が芽生えるじゃろうて。なるほど、温かい心か。家の手伝いを？ええ、先ほどのお詫びにぜひお家の仕事をさせていただきたいんです。そう言われても家の仕事は私だけで手が足りてるし。いや、ぜひお願いします。兄ちゃんに名誉挽回のチャンスをやってよ。この通り。それじゃあお部屋のお掃除でもしていただけるかしら。はい、頑張ります。はい、部屋の掃除ですが。こんなに本格的にやる必要はありません。はあ、こうして庭をきれいにするんです。なるほど、庭を片付ければいいんですね。そう、
これなら簡単でしょ。これはどこに片付ければいいんですか。それは動かさなくてもいいんです。一煮立ちしたら火を止める。これくらいならできるでしょう。はい、任せてください。じゃあ頼みましたよ。しっかりね。はい、ん、栄養が足りないな。ありがた迷惑ってこのことだわ。でもさ、熱意だけは認めてやってやん。あら、ケンタ、何か変な匂いしない？空っぽ。これで完璧な料理になりました。カットリさん、なんてことするんですか。ケンタ、ママさんの機嫌はまだ治らないのかい？治らないも何もカンカンだよ。今日だって俺が勝手に出かけたりしないように問題集のノルマ50ページも押し付けて出てったんだから。ケンタ君も大変ね。ケンタ、ママさんはどこへ行ったんだ？マザーマリアの公園聞きに行ったけど、まさかまだやる気？ママさんの中に温かい心が生まれてくれるまで何度でもぶつかってみるさ。マザーマリア講演会、母親の役割と温かい心、まもなく開演です。ももちゃん、待ってよ。急いで、講演会が始まっちゃうでしょ。わかってるけどさ。入場される方はバッジをつけていただくことになっております。あんたもらっといて。え、あ、ちょっと待ってよ、ももちゃん。え、何してんのよ、本当にグズなんだから。ママさん、ママさん、ママさん、俺どうしても聞いてもらいたいことがあるんです。私急いでるので、また今度。聞いてください、世界平和のためにはどうしてもケンタの力が必要なんです。世界平和だか宇宙平和だか知らないけど、うちの子には勉強の方が大事なんです。あ、もちろん勉強も大事です。しかし、とにかくもううちの子には一切関わらないでちょうだい。入場される方はバッジをどうぞ。ママさん、これは、皆さん、今日は地球の将来と母親の役割について話したいと思います。まずお子さんたちに教えていただきたいことがあります。お子さんたちが指導者として仰ぐべきお方のお名前です。その方の名は宇宙皇帝ドライアス様。何ですって？ドライアス様こそは全世界の主となるべきお方。そしてそれに逆らう宇宙警備隊の一党どもは地球の敵、人類の敵なのです。こら、でたらめ言うな。なんで宇宙警備隊が人類の敵なのよ。ちょっと何すんのよ、話しなさいよ。無遠慮なヤジは控えてもらおうか。いや、人が喋ってる時はおとなしく聞くのがエチケットってもんだろ。ドライアス。そこまでだ、ドライアスの手先。マイマード様、立派な人の名を借りて悪事を働こうとは不貞野郎だ。本物のマザーマリアはどこにやった。大きなお世話で。まあ待て、ここが高みの見物と行こう。皆さん、この男を捕まえましょう。ママさん、捕まえてドライアス様への貢ぎ物にしましょう。ちょっと、さあ宇宙警備隊を罰するのです。大変だ、じいちゃん、こちらケンだ。もっとスピード出ないのかよ。んなこと言ったって当時スピード違反じゃぞ。カトリ
リーさんがピンチなのに、そんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。博士危ない。うわー、バカモン気をつけんか。じいちゃん前。うわー、こりゃ普通じゃないぞ。あ、来るな来るなよ、こっちに。やめてよ。あれ、あの人がつけてたバッジ、テレビでママたちがつけてたやつだ。何？ワイパーズ！ワイパーズ！離してください、お願いです。皆さん、正気に戻るんです。いいざまだな、ファイバード。ドクタージャンゴ、ペースメーカーじゃ。このバッジは人間をコントロールする特殊なペースメーカーじゃ。どうするの、じいちゃん。コントロール装置があるはずじゃ。そいつを破壊するしかない。ケンタ、ガードチームに応援を頼め。オッケー、突っ込むぞ。ガードチーム、こちらケンタ。バトルはチェンジ、ガードファイヤー。チェンジ、ガードレスキュー。チェンジ、ガードスター。いいか、市民会館の周囲を回ってコントロール装置のありかを突き止めるんだ。ファイバードはどうするんだ。今助けに行けばコントロールされた人々を傷つける可能性がある。今はコントロール装置の破壊が先だ。ファイバードのことだ、そう簡単にやられません。まあそれもそうだな。わしとハルカは1階、ケンタとヨシコさんは2階を探せ。了解でした。でしたら、ファイバード、貴様に貼り付け台を用意してやったぞ。やめて、その人は敵じゃないのよ。さすがの宇宙警備隊も地球人相手じゃ手が出せんか。お優しいことだな。バトルチェンジ、ガードウィング。ここでもない、ここでもない。わ、ごめんなさい、間違えちゃった。逃げろ。あった、コントロール装置だ。どこ、早く教えてよ。2階の東の端だ。なんならミサイルぶち込んでやるぜ。あー、いい、俺たちでやる。この東の端、あっちよ。あれか、よしこ先生、早く。貴様を人質にして他の宇宙警備隊のやつらをまとめて片付けてやる。卑怯者め。なんとでもいい、今日こそ今までの恨みを返してくれるわ。あ、うん、うん、おお、あっ、なぜだ、どういうことだ。俺たち宇宙警備隊にはな、貴様らとは違って信頼できる仲間がいるんで。あんがいけー、ちゃー、いやー、あむも、おー、やったー、ファイバード様かっこいい。兄ちゃん、ヨシコ先生、ケンタ、倒れている人たちを頼む。さあ、大丈夫、命に別状はないわ。
全く世話が焼けるんだから。ファイバードのやつめ、正義ずらして年寄りをいたぶりよって。今日という今日は思い知らせてやる。やい、ドクタージャンゴ、大勢のママさんたちが尊敬している本物のマザーマリアをどこへ隠した。へ、誰が教えるものか。そんなことより周りを見るんだな。何？こっちは三人、貴様は一人。さあどうする。ファイバード、応援に来たぞ。アウンチホームアウト。舞台が大事。サンダーバロン、ホームアウト。状態合体スーパーガーディオン。ドライアスの手先、今日こそ勝負をつけてやるぜ。勝つつもりでいるのかな。マザーマリア、誰かお願いです。助けてください。助けて。マリアも3人、どういうことだ。さてゆっくりとさっきのお返しをさせてもらおうか。やろう。おっと、マリアとやらがどうなってもいいのかな。卑怯だぞ。うるせえんだよ。うわあ。くそ、本物のマリアが分かれば。ああ、早く早く助けて。私に構うことはありません。攻撃してください。助けて、私にはまだやり残した仕事があるのです。かかった。ファイバード、やった。愚かなりファイバード。愚かなのは貴様だ。ジャンゴ、貴様には温かい心はわからねえ。バカな、もう遠慮はしないぞ。つらい。うわうわ。おケガはありませんか。 ありがとう、あなた。宇宙警備隊ファイバード。宇宙警備隊ファイヤーチェーン。ホームアウト。総合体ファイバー。温かい心を踏みにじり、人々の心を乱そうとする輩、断じて許さん。ズラズル合体だ。くらい！うわっ！うわっ！ブルブラースト！チェンジ！おおおお！ゴーブラースト！よかった、心配したんですよ。ママ！あの、私どうしたのかしら。ドライアスの罠にはまって気を失ってたんだよ。この方々が
私はあなたを命がけで助けてくださったのです。マザーマリア。お母さん、事情は伺いました。カトリさんのことを誤解なさっているようですね。この方は純な温かい心の持ち主です。それは私が保証します。ですからお子さんとの友情を許してあげてください。だってカトリさんは宇宙が…それは秘密でしたわね。え、なんだかわからないけど、マザーマリアがおっしゃるなら…やったママさん、ありがとうございます。よかったわね、おばさんに許してもらえて。ああ3人とも嬉しそうですわね。本当にこれでよかったのかしら。人はいろいろな人との触れ合いの中で成長していくものです。子供にとってそれが何よりの勉強なのではないでしょうか。勉強もちゃんとした方がいいな。わかってるって。勇者ファイバード大奮戦、辰田刑事、来週も世界平和だ。